国武士、国武士、国分、宇治、国分氏は、南北朝時代から、戦国時代の末まで、道の区国の道の区国分寺付近から、宮城軍南部に勢力を張った武士の一族である。戦国時代末に、伊達氏から当主として、国武森重を迎えて、伊達氏に侵入したが、1596年に、伊達政宗の布教を買って滅んだ。江戸時代の経図によれば、 国分種道が鎌倉時代に宮城軍国武僧を漁したのが初めだが、藤原北家秀里流長沼市一族の僧が婿に入って僧死したとの伝えもあり、正確なところは不明である。南北朝時代に現れる国武氏は前述の藤原北家秀里流で国分寺里を漁し、戦国時代には近隣の土豪を従えて宮城軍南部から名取軍まで勢力を伸ばした。 巨城としては、千代城、仙台城の前身、小泉城、若林城の前身、または近接地、松森城が伝えられる。北で留守市と対抗し、南で伊達市に面して和戦があった。戦国時代の終わりに、伊達市から当主として、国部森重を迎えて、伊達市に従属したが、家臣には森重に反抗するものがあった。 1596年に政宗は森重を追放し、国部の家臣団を伊達家の直属にした。森重は佐竹氏に身を寄せ、子孫は秋田久保田藩の家臣として続いた。伊達氏の家臣としては、品濃国小伊佐軍国部将を発祥とした藤原聖と称した国部士があり、これは江戸時代に立場の価格で続いたが、本校で述べる国部士とは別である。 国武種道が、道の区国の国武装を得たことを記す、最も古い資料は、元禄十六年、1 7百3年成立の、伊達政党四次公である。道の区国の国武士に関する経図は、これと同じく、兵士の流れを組む専用スケめメタネの逸を、国武種道が、欧州藤原市倒滅寺の先行により、宮城軍国武装を賜ったことを起源とするといい。 法内風土器など地種類の記述も同じである。経図の一つ、佐久間義和が編集した平成国部経図は、種道が里六に築上したと伝える。古内史所蔵の平成国部経図も、種道を外するが、二つの経図には、種道の次から、戦国時代の宗政の前は、一致する人命がない。また、下佐国の国部史に伝わる経図と比べても、 アズ鏡に出てくるような高知の箇所を除けば一致点がない。系譜の途中で血統の入れ替えがあったためではないかと推測する説もあるが、処刑図の信頼性は低いと言わざるを得ない。戦国時代に書かれた留守氏の重要資料、欧州余る目記録は、長沼氏の一族である層が有能なため、無雇用紙になったのが国武士だと述べている。それによれば、小山市、 白川市、富め市、八幡市、国府市は一族だという。小山市、白川市は、藤原秀里の子孫であって、平ら千千氏系ではない。同時代資料として、室町時代の神社の胸札に、国府市の別れである里六氏が混流の記録を残しており、そこに現れる国府氏は藤原阿村で長沼を、称している。これと別に、佐久間、平ら国府系図には、 長沼市でなく、結城市が国武市の養子に入って国武種親になったとする箇所がある。古内市系図にも結城と光十二世、国武次郎宗広と見える。結城と光は結城市の祖である。江戸時代の知氏には結城市次郎が南北朝時代に小泉城にいたとか、もがさき城にいたとか、あるいは杭城を落としたとあり、結城市の活動が知られる。 以上を踏まえて出される小説には、まず、鎌倉時代に、国分種道を外する国武氏が、道の区国にいたという説と、種道との関係を否定してたに不明とする説がある。ついで、南北朝時代以降の国武氏について、長沼市系とする説と、有機市系であるとする説がある。平成国武氏がそのまま続いたとする説はない。道の区国の国武氏で、 同時代的資料に初めて現れる人物は南北朝時代の国部淡路神で文那2年1353年8月29日付で欧州官令の芝家県の下領が国部淡路守るに命じた文書に出てくる。それは石川金光が新たに与えられた宮城郡南目村の支配が本主の沢田氏に妨害されているので南目村を 石川氏の代官に引き渡すよう命じるものであった。国武士がこの任務を与えられたのは、遠く離れた石川軍にいた石川氏と異なり、彼が南目村の近くにある国分寺里に用地を持ち、そこに館を置いていたからであろう。翌年十二月二十日付で、柴家県は石川金光に南目村を預け置いたと知らせており、国武士の働きの成果と思われる。 国武士はこれ以前の官能元年1350年から翌2年1351年の岩切城,城合戦でキラ忠氏家に味方して勝利した。欧州アマールメ記録は破れた畑山国氏についたルスデンが負け対象の味方で分言をしただと述べると共に別のところで国武は勝ち対象の味方を言ったし威勢を増したと記す。しかしその後 国部淡路守は国分寺里の半分の自動職を取り上げられ、その半分は常時2年1363年7月11日に総またねいに与えられた。国部氏はやがてその領地を取り戻した。戦国時代に国部氏は近隣の小さな武士を服属させて、現在の仙台市都心部と周辺から北は松森、山村以上現在の仙台市泉区。 西は、芋沢、愛子、熊が、根、佐久並、青幕西部の旧宮城町地区まで、宮城郡南部を支配した。その一族、家臣には、佐六市、森田市、八乙女市、北目市、南目市、宝沢市、鶴谷市、松森市、秋穂市、阿波野市、古内市、坂本市、白石市、堀江市があったという。この過程で、国部氏は、 宮城軍北部で勢力を伸ばしつつあった、留守氏、南から勢力を伸ばしてきた大宇最大勢力の伊達市と衝突した。留守氏は、国武市に奪われた領土の奪還のために、大崎市の力を借りるべく、大崎の投資持ち船の弟自家券を招いて、居城岩切城を開け渡した。自家券は留守氏のためには働かず、帰って、国武市の婿になって、宮城軍から、 名取軍に及ぶ事故の勢力を築こうとした。不満を抱いた、留守氏は、持ち戦に訴えて、自家権を追放した。伊達氏の記録によれば、国部森幸は、伊達政州と、王仁元年、1467年から文明四年、1472年までの間に3度戦って、ようやく和睦した。栄章三年、1506年か、それより少し前には、 小鶴で留守氏と国部氏の軍が合戦して、国部の勇者、長明別当の備えが打ち破られるということがあった。天文五年、1536年に、伊達種宗が大崎氏の内墳に介入した時には、国部宗綱が、伊達氏に従って、兵を出した。この宗綱を、国部宗政に充てる説がある。江戸時代の司書では、天文五年か、その翌年に、伊達氏の武将、 かけた吉宗が国武氏の援助に派遣されて、千与城に入ったが、留守継修によって、連絡を遮断されて苦境に陥ったとされる。この頃、国武氏は松森城を居城にしていたらしい。その後、今度は伊達市で天文の乱、1542年から1548年が起きると、国武胸綱は、種胸側につき、春胸についた留守影正と、天文11年、 1542年に1月に松森で戦った。ここまでの国武士は、伊達氏の強い影響下にあったものの、家臣ではなかった。天正5年、1577年に、国武士は、伊達春宗の子、輝き州の弟にあたる伊達正茂を、大官に迎えた。国武森氏に子がなかったためとも、この森武氏がいる時に乗り込んだともされるが、詳しい事情は不明である。 後に正重は、国部森重と名乗り、国部氏家臣団を率いる伊達氏の武将となった。森重を迎えたのは、家臣の堀江家門城であったが、天正十五年、1587年に、堀江伊勢守る、同一人物説もあるが二度にわたって、反乱を起こした。最初は留守、正影の援助で沈めたが、再度の反抗で、伊達正宗は、堀江の肩を持ち、 森重を討とうとした。森重は謝罪して許されたが、正宗の居城である米沢に止められ、国武領に正宗の支配が直接及ぶようになった。天正18年、1590年までに、留守正陰も国武森重も実質的に伊達正宗の武将になっており、その年に正宗が豊臣秀吉に降伏すると同時に主君を通じて、 間接的に秀吉に服属したはずであった。しかし秀吉は、欧州市を切れる寿司だけを、独立した大名とみなし、不服従を理由に取り潰した。国武士は、伊達氏の家臣とみなされたおかげで存続したが、慶長元年、1596年に森重が出奔して、佐竹氏民を寄せたため、大名としての国武士は滅んだ。国の家臣は、伊達氏直属になり、慶長年、 1600年には国武衆として一部隊をなし、もがみへの援軍に加えられた。彼らの一部は江戸時代にも国武市に仕えていた頃の伝統を引き継ぎ、白山神社の祭礼に奉仕した。旧審の中には百姓になって土着したもの、町人になって新しく作られた仙台の城下町に移り住んだものもあった。森重の実の男子は三人あり。 うち二人はそうになってそれぞれ実営、里藤純、順、坊育組と名乗った。一人は、伊達氏の家臣古内氏の養子に入り、古内茂弘として、近世初期の先代本生を支えた。森主義とその養子からなる子孫は、伊達氏を名乗って、代々佐竹氏に仕え、秋田竹家となった。なお、秋田武官では、国高千国で後に五百二十七国、価格引き渡しに万座で、 では、秋田藩の家老や、相手番を務めた、小野坊大寺は白馬寺、家門供養門、所宗の次男と、厚江の次三男が、国武士を称したのが確認できる。また、三百半家新人名時点では、国武士を、着死以外の男子に伝えたとある。現那八年の大梅州の指導者元中の捕獲に、失敗して、戦争の代で一旦断絶となるが次の高宗が、 加盟最高を許されて今日、秋田武漢で確認できる歴代投手は以下の通り、なお、戦争以降の歴代投手は、佐竹氏総家投手より、変記の授与を受けており、より右側、太子社事の人物が一時を与えた人物である。原則的に通じは、そう、胸、兄弟、中期まで含めた、詳しいものは、タ道から森重の彦までに限り、 に収録されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。